大野フットボールクラブは福井県大野市の社会人サッカークラブ。略称は大野 FC。1993年奥越エスパルスとして創設。2007年に奥越 FC に改称。2010年に福井県サッカーリーグ一部で初優勝を飾るも北新越チャレンジリーグでは4戦全敗で再開。翌2011年は 県リーグを連覇すると、北新越チャレンジリーグでは4戦全勝の首位で、北新越フットボールリーグ2部に昇格を果たす。2012年の北新越リーグ2部では1勝も、上げられず1年で、県リーグ降格となったが、2013年の県リーグを全勝で制すと、北新越チャレンジリーグでも5戦負けなしの首位で、北新越リーグ復帰を決める。2014年の北新越リーグ二部では、 後期7試合を全勝するなど高成績を上げ優勝。北信越リーグ一部昇格を果たす。しかし2015年の北信越リーグ一部では一勝も上げられず1年で2部に降格。翌2016年も低迷し、県リーグ降格となった。2017年は県リーグ優勝を果たすと、北信越チャレンジリーグでも4戦負けなしで優勝。再び1年で、 北信越リーグに復帰する。2018年から王のフットボールクラブに改勝した。2019年はリーグ戦14試合で一勝に止まり、県リーグに降格。翌2020年は県リーグで優勝を果たしたものの、新型コロナウイルスの影響により、北信越チャレンジリーグの出場を辞退した。チーム、奥越 FC、2012年4月10日閲覧。 奥越フットボールクラブ解明のお知らせ。大の FC2018 年1月15日閲覧。ABC リーグ戦7試合終了後、3戦制の順位決定リーグを行った。2008奥越 FC2012 年4月10日閲覧。2009奥越 FC2012 年4月10日閲覧。リーグ戦6試合終了後、2戦制の上位リーグを 行った2010奥腰 FC 2012年4月10日閲覧2011奥腰 FC 2012年4月10日閲覧ありがとうございます